フアンマヌエル・リスコ・バルガスは、ペルー、首都リマ出身の元サッカー選手。ペルー代表であった。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。1983年10月5日にバルガスは、父レオナルド、母カルメンの子として、リマ市で生まれる。両親と、祖母、アレハンドラと共に、リマ市西部の港町カヤオにて生活し、少年の頃からサッカーを楽しんでいた。 12歳で地元の名門クラブである、ウニベルシタリオ・デポルテスの下部組織の所属するが、実質的には、パスコ県にある、クラブ・デポルティボ・ユニオン・ミナスでサッカーを学ぶ。2001年、当時17歳であったバルガスは、ユニオン・ミナスの経営状況の悪化のために、ウニベルシタリオ・デポルテスに引き戻され、同クラブに正式に所属した。同時期のトップチームには、後のペルー代表監督、 オセデルソラールもプレーしており、影響を受ける。当時のトップチームには、ペルー代表のメンバーが揃っていたこともあり、バルガスは所属後1年間は、プレイ機会を与えられなかった。しかし、ウニベルシタリオデポルテスの経営状態も悪く、2002年には、トップチームに所属する選手数名がストライキを起こし、それを受けて、クラブが、 給料の安い若手選手を中心にチームを再編成、バルガスに出場機会が巡ってくる。2002年11月24日にホームスタジアムで、あるエスタディオモヌメンタルで行われた対、シエンシアの戦でプロデビューを果たす。そのデビュー戦は、62分に40メートルのロングシュートを決め、3対2の勝利に貢献するなど、衝撃的なものであった。その後は、 レギュラーとしてプレーを重ね、3シーズンで72試合に出場8ゴールを挙げた。2004年に国内リーグでの活躍が認められ、21歳でアルゼンチン一部リーグに所属する CA コロンに引き抜かれる。この頃にプレースキッカーとしての技術が向上し、シーズン最終戦の対ボカジュニアーズ戦では、 後のアルゼンチン代表のゴールキーパーロベルト・アボンダンシェリを破る印象的な直接フリーキックを決めている。同クラブで2シーズン過ごし、57試合出場、5ゴールという活躍をした。しかし、個人の活躍とは裏腹にクラブは低迷し、イングランドプレミアリーグのクラブからのオファーもあったことから、さらなる飛躍を求めたバルガスは、ヨーロッパに、 活躍の舞台を移すことを決心する。カターニア2006年にポーツマス FC のオファーを断り、イタリアセリエ A に所属するカターニアへ約300万ユーロの移籍金で念願であったヨーロッパへの移籍を果たす。当初、首脳陣からはすぐに新しいリーグへの適応することは難しく、ジャンルカファルシーニの控えだろうと見られていた。しかし、プレシーズンにファルシーニが 怪我で離脱し、レギュラーポジションを引き継ぐと予想以上の活躍をする。その後はそのまま、レギュラーとして出場機会をコンスタントに与えられ、1年目は33試合に出場する。2年目には、対 ACCA の戦において、念願のセリエ A 初ゴールを決める。コッパイタリアの AC ミラン戦では、30メートルの距離のフリーキックをチームメートのフォワードである、マスカーラに、 ピンポイントで合わせ、ジェリコ・カラッツを破る得点を演出した。このシーズンは36試合に出場、サイドバックながら5得点を挙げ、イタリアのメディアからは、プレー内容とともにこのシーズンのセリエ A 最高の、左サイドバックとの評価を受けた。実際に2007から08シーズンのセリエ A、最優秀ディフェンダー賞にノミネートされる。 カターニアでは2年間で73試合出場6ゴールを挙げ、レアルマドリードや AS ローマの国内外のビッグクラブから注目される選手へと成長を果たした。フィオレンティーナ2008年7月4日に UEFA チャンピオンズリーグの出場を受け大型、補強を進めるフィオレンティーナへ1200万ユーロの移籍金で移籍することが決定する。同年8月12日に UEFA チャンピオンズリーグの予備予選、対スラビアプラハ戦で、フィオレンティーナでの公式戦デビューを飾る。左サイドバックのスタメンで起用され、順調なデビューと思われたが、シーズン前半戦は主に守備の不安定さからメディアには、酷評される。夏の代表戦のためチームに交流するのが、最も遅く、チームメイトたちとの連携面の遅れも、不調の原因であった。しかし、大金で、 バルガスの獲得を強く希望したチェーザレ・プランデッリ監督は辛抱強く起用し続ける。シーズン後半戦に入るとチームの戦術が変更されたこともありバルガスはサイドバックからサイドハーフにコンバートされ守備の負担を軽減される同ポジションで目覚ましい活躍をするようになる。二千九年四月十一日、カンピオナーとの対カリアリ戦でようやくフィオレンティーナでの 初得点を決める。同4月25日にはチャンピオンズリーグ出場権を争っていた AAS、ローマ戦では得点とともに高パフォーマンスを披露、インドを渡す4対1の勝利に貢献した。さらに5月3日に行われた対鳥の FC 戦において唯一の決勝点を挙げ、この試合においてチームは2年連続のチャンピオンズリーグ出場権をほぼ手中にした。 2009から10シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグの予備予選、対スポルティング CP 戦において、チャンピオンズリーグ初得点を記録する。チームの本戦出場に大きく貢献した。その後のカンピオナートでも好調を維持、シーズン前半戦は17試合に出場し、リーグ1位となる186本ものクロスを挙げた。レアルベティス2015年8月12日。 レアルベティスに移籍した。フィファの公式サイトに新たなロベルト・カルロスと紹介されるペルー代表のキャプテンである。ペルー国内ではスペイン語で狂人、狂気の人を意味するエルロコの愛称で呼ばれている。2007から08シーズンにはセリエ A 最優秀ディフェンダー賞にノミネートされ、その後のフィオレンティーナでの活躍からレアルマドリードなど、 国内外のビッグクラブから注目を集める。ありがとうございます。